こんにちは。今の人生を幸せな人生に変えるプチノウハウを試してみませんかのコーナーです。このコーナーでは経済的にも精神的にも自由で幸せな人生を送るために必要なノウハウをご紹介します。おしかも難しい方法とかじゃなくって簡単に気軽にすぐにできるプチノウハウなので人生を変えたいなって方はぜひ試してみてください。はい、はい、このコーナーはですねめでたくサブチャンネルがメインに昇格しよかったです。このとこすごく高評価をいただいているね。ゆいちゃんがメインのコーナー、ゆいちゃんが MC のコーナーとなっております、うん、今現在ですね FX や株のトレーダーまた YouTuber として活動しているゆいちゃんが実際に勉強してきたことをシェアしてもらおうというコーナーでございます、はい、では今回のそのプチノウハウというのは何でしょうか。はい、今回はここ一番で頼りにされる人材になるために絶対やらないといけないことと貯めておくべきものについてお伝えします。貯めるもの、はい、2つあります。あ、じゃあここ一番信頼できる七藤さんやゆいちゃんみたいになろうってことですね、うん、そうです、そうです。ちょっと僕は学ぶ側でこう行かせていただきたいんですけど、ね、はい、学んでください。はい、はい、では絶対やらないといけないことっていうのは、うん、まずできない仕事はきっぱりと断ること。ああ、うん、なるほど、はい、あ、そうなので貯めておくべきものっていうのは、うん、信頼残高です。信頼残高、はい、最初に信頼残高について深掘りして、うん、でその後にできない仕事はきっぱり断ることと信頼残高の関係を見ていきたいと思います、はい、で初めにちょっと想像してほしいんですけど例えば、うんうん、自分が何か仕事を頼まれました、うん、でそれ、はい、でそれをし終わりました、うん、で特に失敗してないんやけど相手ががっかりしてたっていう場面を想像してください。嫌だですね。嫌です。それやったら仕事しない方がマシ。でもこれじゃあなんで相手がっかりしてたかったら、うんうん、まあ、せっかく負けた仕事やのに期待したクオリティじゃなかったからやと思うんですよね。あ、はいはいはい、なんかまあ言うたら自分が相手の期待を裏切っちゃったからまあがっかりさせてしまったっていう感じです。でしかもこういうのを何回もじゃ起こしちゃったりすると、うん、相手から信頼が減ったりとか、まあ、最悪信頼が一切なくなったり、はいはいはい、なくなったりするわけですよね、うん、そしたらもう二度と重要な仕事を回してもらえなくなっちゃう。なるほど、はい、でこのことを信頼残高っていう言葉で表した方がいます。おお、でそれが7つの習慣っていう、まあ、超有名な本ありますよね、うん、の名所ですね、はい、うん、著者であるスティーブン・R・コビーさんです。はい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 。で今回のことで言うたら相手の信頼を裏切ってはダメ、うんうん、でもし何度も裏切ってしまうともう重要な仕事が回してもらえなくなる、はい、でその理由は信頼残高が減ってしまって相手が自分のことを頼りにしたくなくなったからということです。うん、はい、お二人これされたらもう信頼残高減るわみたいな、逆に、うん、減らしちゃったみたいなとこあります？あのね、僕はあの言われた仕事を3ヶ月ぐらい締め切りを過ぎてたのにスルー、何も言わんとスルーしてたかな。そして金髪のおじさんに怒られましたね。金髪でメガネのおじさんが怖かった。3ヶ月のって怒ったら3ヶ月はやばいです。しかも1回も謝らへんその間。何もなかったかのような。逆に3ヶ月間よう耐えましたねって感じ。その代わりね、その着々と最高のものを作れるようにこうやってたわけです。実はいつ出したろいつ出したろってやってたんですけども、あれはまあ信頼残高がだいぶ減りましたね。減ったな、良くなかったなと思いました。あれがまだ一緒に仕事したてやったらもうこの番組終わってました。もう奈良藤さんの10年以来の友人やから、まあ、こういうやつやって、こういったこうやつやって分かるから、はいはいはい、こいつ逆に3ヶ月黙って思いっきり怒ったろうって思った。そうですね、まあまあまあ、よくあのクオリティを納期に出してたらすごかったよ。それはすごかったし、もしそれを改善するならまだちょっとクオリティ自分満足いってないからもうちょっと待ってって、ね、一言でもあればまた全然入ってくるので、そういうところで信頼残高とかね。なるほど、もちろん社会人なので納期守るのは絶対ですけど、恥ずかしくて言えなかった。恥ずかしくて言えなかった。そうですね、納期を守るのは絶対ですけど、クオリティも当然仕事が大事だから、ちょっとクオリティ自分、言い方もね、
自分で満足できないんで、うん、ちょっと1週間待ってくださいとかって言えば、まあ、ほんまな、もうできてなくてもね。そう言われたら、そう言われたらこう、こっちを待たずるを得ない。いや、何もできないのもしてたし。できてたよ、できてたよ。ということでね、信頼残高はね、そういう感じで僕は結構減らしてしまうんですよね。減らしちゃうタイプなんですか。減らしちゃうタイプです。漏れとるおそらく納期って苦手なんですよね。自分のタイミングでとかついつい考えちゃうタイプ。はい、反省します。言い方ですね、言い方。はい、じゃあ今度は、うん、その信頼残高が減ってしまった時が、まだ信頼残高が溜まってない時に、じゃあどうすればいいのかについて見ていきたいと思います。教えてほしい。仮に、まあ、誰かの、ね、信頼残高を減らしてしまった、うん、まあ、期待を裏切ってしまったやったら、うん、今後は信頼回復をしていく必要があります。なるほど、うん、信頼残高を貯めていくっていうことですよね。なるほど。まずは信頼を回復させたいっていう意思があることを相手に伝えます、うん、で、今後は相手の信頼残高を減らさないために依頼された仕事の内容を正確に把握してください。正確に、はい、まあ、その仕事の結果のクオリティをお互いが共有するっていう感じです。なるほどなるほど。ここぐらいまでやってやっていうね。ちなみに頼まれ事を正確に把握するときのコツの一つは、依頼内容を聞いた後に自分が理解したことを復唱してみることです、うん、ミスコミュニケーションを防ぐために自分が実際に行う作業なんかを言葉で先に確認するっていう感じですね。一人でやるっていうことですか。うん、一緒にやったらいいんちゃいます、それは。あ、一緒に、うん、てか一緒にやらんと。あたたたたたたた。一緒におるときに何々っていうことですよね。こういう仕事を振りました、うん、まあ、こういう仕事を振られたんですね。こういう仕事をこの期日までにってことでいいですかみたいな確認、うん、あとこれ言うとですね、よくもうほんまに、まあ、仕事できない人に多いんですけど、うん、メモ取らない人、あ、まあ、もうダメですね。もうたとえもう仮に自分が言われたことを全部 100% 暗記している自信があったとしても、ちゃんとメモしてちゃんと聞いてますよって CEO 相手にした方が信頼だったら絶対たまりますよね。メモは僕取りますよ。いや別にあなたのこと言って一言も言ってないけども、めっちゃ取る。めっちゃ取ってメモの存在を忘れてしまうんですけど。あ、そうです。 だから僕は先ほどの話で言うと、なんか仕事をしてて僕が言ったことをこうしてくださいっていうのをメモ取ってなかったら、もう次からは仕事しない。おですね、めっちゃメモ取ってますよ。なるほどね、うんうん、メモ大事ですよ皆さん、ね、メモ大事、うん、メモ大事よ、うん、もうこ、うん、メモ。はい、で、まあ、その時にね、うん、例えば何かの理由で、うん、ちょっとできひんわみたいなね、はい、依頼があった場合は、うん、その相手が例えば上司だったり先輩とかお客さんであっても、まあ、ちゃんときっぱりとできないっていうことを、うん、いうことが重要です。ほうほう、まあ、言うたら依頼された仕事を断るということですよね、うんうん、これは約束を必ず守ることをはっきり伝えることにつながります。なるほど、なるほど。例えば、うん、自分が他の仕事で結構立て込んでる時に、うんうんうん、ちょっと頼まれて、うん、でも時間が足りないので求められてるクオリティの仕事はできませんって、はいはいはい、事実を伝えるということです。なるほど、はい。でもこれ そんなん言えるわけないやん、できるわけないわって思ってる方も多分多いと思うんですよね、うんうんうん、ただその信頼残高を貯めるポイントの一つが、果たしてそうもない約束はしないことなんですよね。なるほど、うんうん、なのでできないことはきっぱりと断る必要があります、うん、なるほど、うん、まあ、よく考えたらね、その初めからそのちょっとできひんかもみたいな思ってるやつ依頼を受けちゃう方が、うんうん、無責任、あ、そうですね、な感じじゃないですか。そうですね。で、今ちょっと立て込んでができませんって1回でもう1回判断返せば、うん、それでも依頼してきた相手にもそれを押さえた上での仕事になりますからね。現況をねシェアするというか、うん、お互いで、うん、ああそんなんなんやなっていうことが分かるんでいいですよね、うん、そうですね、うんうん、しかもねそれ言わなかったらね、そので引き受けちゃって
って、うん、もうできなかった時にまた問題起こるしっていうことで、うん、だから例えばプレゼンの資料を用意するように言われたとして、うん、その時間にまあ間に合わないとか、うん、そのグラフとか図とか入れないと分かりにくい箇所が下書きみたいになってて、うん、プレゼンそのものがうまくいかなかったっていうようなことが起こるかもしれないわけですよね。なるほど。でその結果結局自分の信頼残高が減っちゃうと、うんうん、なんかまあ上司からの命令は絶対っていう社内文化があるので断れないっていう場合も多いと思うんですけども、うんうん、まあ、現時点で無理なことやったら他の人に依頼した方が会社全体からするといい結果になりますよっていうのをしっかり伝えた方が会社に貢献していることになります。なるほど、そうですね、うん、もうなんか個人的な事情でお前のそれ個人的なんやんけって言われてもできひんもんはもうねできんかったりするから、それはもう進捗みたいな伝えるみたいなことでやった方が良いですよね、うん、後から問題になってめっちゃ詰められるとかですね。そう、まあその伝え方は工夫する必要があるかなと。あ、そうですね、うんうん、そうそう、なんかあまり反感買わないように、うん、そう、もっといいもんができるから待ってくださいあと1ヶ月待ってください。1ヶ月待ってた言い出しにくいからって言って、うん、何でも受けてしまって一人で悩んじゃうよりかは会社の利益を損なわないって主張した方がいいっていうのが今回の結論です、うん、なるほど。だから上司運もあるけどね、あ、どうしようもないアホな上司もいっぱいいるからね。そうやね、上司が優秀やったらそれ言われた瞬間ね別の人に振ろうとか言われてくれますね。確かに、うんうん、優秀じゃなかったらどうなのかな、また来るかもしれんね。もっと来るかもしれない。いややれって言われるかもしれない、ね。できひん言うてるやんけ。あるかもしれんね、うん。それに近いことありました私。お、私も悪かったですよ、うん。今考えたら。なんかこう私結構その仕事まあせかせかしてて、うん、でそしたら多分そ何をするかは分からずに、うん、ちょっとこうゆいみたいな、これちょっといついつまでやってくれへんみたいに言われたんで、うん、私それ私がやらんとダメですかって聞いたら、ね、そう、え、それ絶対私じゃないとダメですかって言って、でなんかえなんでみたいな、うん、いや私今これをやってて次これやらんとダメなんですけど、はいはいはい、私じゃないとダメですかみたいな、たらなんか、うん、できるやろみたいなんでちょっとそう、うん、なるほどっていう風にはなったことあるんですけど、今考えたら私の言い方は全然まずかったかなみたいな。確かに、ね、趣旨は言うてることは何も間違ってないけど、言い方はちょっとどうすればもうちょっと人間関係込み喧嘩ついてもみたいなね、自分の現状とかね、うんうん、そういうのは説明不足だったでしょうね。なるほど、うん、なんかあります、その例えばじゃあ断るときにこう言うみたいな。僕はお断りしますっていう一行でいつも終わらせてますけど。何か仕事を来ます、お断りします、メールして終わり、うん、シンプル俺って仕事頼まれへんような気がするな。それは信頼残高ないからゼロです。食べるとこから始めましょう。じゃあそうかもしれませんね、うん、ちょっと信頼、食べましょう、みんなの信頼残高貯めていくぞ仕事をくださいちなみに、うん、約束を守ることが信頼残高を貯めることになるっていう話は、うん、まあ、さっき出てきた7つの習慣の中に出てきます。なるほど。第4の習慣、ウィンウィンを考えるって書かれている考え方です、うんうん、他にも7つの習慣では信頼残高を増やす方法が6つ紹介されてます、うんうん、相手を理解すること、はい、小さなことを大切にすること、うん、約束を守ること、うん、期待を明確にすること、はいはいはい、誠実さを示すこと、うんうん、信頼残高を引き出してしまった時は誠意を持って謝ること。あ、なるほどね、はい、この中の3つ目に ね約束を守ることっていうのがあります、うんうん、有名なビジネス書にも紹介されているように、うん、約束を守ることを重要視していると示すことで、うん、結果的に信頼残高を増やそうという話です。なるほど、うん、まあ約束を守らない人って信頼できないじゃないですか、うん、普通に、はいはいはい、でもめちゃくちゃ信頼してる人やったらちょっと失敗とかあってもちょっと許せたりしません？うん、全然、全然 OK ですよ。これはその信頼残高が高いから少しくらい減っても関係性が変化しなかったっていうふうに言えます。なるほど、はい、信頼の億万長者になればね。おお、いくら失敗しても大丈夫。
ていう態度でおったら信頼に一応なくなるけどな。ちょっとぐらいの信頼があれば誰もね許してくれると思う。まあ、繰り返しになりますけど、うん、期待を裏切らないようにまず何を頼まれたのかをしっかり聞いて、うん、できないことは断る、はい、なるほど。もし断ったんやったら、うん、他の方法を提案するなんかで、うん、こうやったらできるよとか、そうそう、こういう案件ならできるよ、うん、こういう納期ならできるよとかね、いろいろやって約束の形を変えるということですね、うんうんうん、はい、そんな感じで、まあ、信頼残高を増やしていこうということです。なるほど、なるほど、はい。ちなみにその信用と信頼の違いっていうのもあるんで、うん、補足しておきます、うんうん、はい、信用っていうのは過去の実績とか成果に基づく客観的、うん、物質的、うん、で信頼は信用に基づきます、うんうん、未来の行動を信じて期待すること、はい、うん、主観的で精神的。なるほど、はい、なるほどね。だからカードは信用なんですね。カードじゃクレジット、金融の世界は信用なんですね。はい、信用を得るためには、うん、まあ、今まで出してきた実績の積み重ねが必要。なるほど。で、まあ、その信用を得ることで未来に期待してもらう、うん、イコール信頼を積み上げていきましょうということです。なるほど、はい、今日はこんな感じです。はい、はい、でね、今回の話を聞いて、うん、ちょっと実践しにくいなとか、うん、まあ、またなんかタイミングあったらねみたいな感じで思ったりしてません？思ってる。まあまあまあ誰だってね、うん、めんどくさいそうなこととか嫌なことは先送りにしたいじゃないですか、うん、はいはいはい、なっちゃうじゃないですか、うん、でもそういう時に例えばじゃあ意志が弱いとかってね、うん、自分を責めちゃいけないっていうのは知ってますか？この話は実は潜在意識が大きく関わってます。よけど、まあ、お知らせです、はい、潜在意識についてとっても詳しく解説している動画があります、うんうん、潜在意識活用シリーズ完全版っていうタイトルなんですけど、理想を叶えられてしまう自分になれる方法を解説してます。合計7本の動画を見てもらいながらワークを交えて楽しく学んでもらえます、はい、ただこの動画シリーズ一般公開してないんですよね。ネーム視聴方法はこの動画の説明欄に載せてあるので、まだの方はぜひチェックしてください。はい、というわけで今回信頼残高、特にね信頼残高を貯めていくってことが大事っていうお話でしたけども、そうですね、これは別 に社内だけじゃなくてお客さんとの間でも信頼残高、そうですね、すごく大事ですね、うん、極論信頼残高があるから商品買ってもらう、そうですので、商品サービス買ってもらうということなので、お客さんとの間でもいかに信頼残高を高めるかですよね、うん、YouTube でも一緒ですよ、うん、視聴者さんに信頼していただいているから見ていただいているということですね、うん、いい話でした、うんうん、なので、まあ、約束守るとかもありますけども、ビジネス的な視点から言うと、例えばいい情報を流す渡すというのも一つの信頼がありますよね。そうですね。YouTube で、この YouTube やったら分かりやすいと思うんですけども、まあ、一応多分人だと見てくださっている方は、まあ、コミュニティみたいなそこそこいい情報を得れるから見ようっていう信頼があるから、このチャンネル登録と22万できるわけなので、そういう感じでですね、ビジネスとかにおいても、まあ、人間関係においてもそうですけど、この信頼残高がどうやって増えるかなっていう視点でちょっと考えてみると、また違ったいろんなアイデアが浮かぶと思うんで、はい、僕はすごく大事に考えてますね。そうですね。はい、で引き続きこのコーナーでゆいちゃんがねまた学んできたことをいろいろとシェアしてもらおうと思います、うん、まだね最新情報は神尾寮公式メールマガでもお伝えしますので、まあ、登録されてない方はぜひ登録しておいてください。お願いします。皆さんの信頼を裏切りません、このチャンネルに。チャンネル登録お願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。動画概要欄の方にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。これで3回目か。そうですね、3回目メインになって3回目ですね、うんうん、まあ、歴史コーナーもやってもらってますし、うん、だいぶ慣れてきました。そんなにまだ慣れれる気がするって感じですね。なんかわかります。まあ、若干はあ、そうそう、うん、若干は慣れたけど、うん、まだもっと慣れれるぞみたいな。もっと上手くなれる、うん、なるほど、いいじゃないですか。その辺のね、ゆうちゃんの成長も楽しみにしてもらっていただいて、ね、最初より上手になったねって言われるように頑張りましょうね。長渕さん、信頼残高を貯めてもらってですね、うん、はい、頑張ってください、まあ、皆さんの信頼残高は裏切りませんから、うん、こちらが内部の信頼残高ちょっとわかりませんけども、皆さんにはもう裏切りませんけどね。これおそらくもうほんとさっき言ったけど、最近出会ったばかりだ長藤さんの信頼残高が僕マイナス1万ぐらいですけどね。
そのね、まあ、10年でプラス10億ぐらいあったんで億万長者あったんで。もうあの僕は逆に七藤さんは俺が守らない誰からも生きていかれへんと思ってるから一緒にやってるから、ね、この人は僕がいないと一人で生きていけないわねって思ってる。恋ダメな男に捕まる母性女子のような感じ。そういうダメ男に引っかかる女子のような、この人は私がいないとやっていけないのねっていうぐらいの感じで。そのやり方もまたあの自己啓発でお教えしますので、はい、そのやり方もノウハウテクニックあるんですよ。